西村みなみか。なにこれ、これどうやって作ったのこれ。アイスこんな顔しねえだろ。アイスこんな顔しなくねえか。これどうやって表情まで変えれんの今のフォトショップって。こんな西村ひろゆき見たことねえぞ。なんだこの絵。実に興味深い絵だ。実に面白い。なんでこれ、表情変えてんのこれ。どうやってやってんのこれ。おい、これ、技術部ができたぞ、技術部が、加藤純一技術部。こんな険しい。親が死んでも西村ゆきこんな顔しねえぞ。ひろゆきホルダーを潤ってるぞ。まず、サムネは、サムネこれでいいよね。お、こんな気は、初めてじゃないか、怒った。見たことは何に怒っているんだよ。お前は。これの、この戦血が流れるぞ。この戦は血が流れるぞ、みんな。心してかかれよ。これはやばいことが、予兆がする。この戦で流れる血の数、血の量、想像できねえな。覚悟しなければ俺も。俺も弾取られるかもしんねえ。これも使いたいな。ああ、もう使いたい！これも全部！これも使いたい！これも。これも。これ、なんかさ、大名の側近だ。これ出てきたら、やべえな。殿ーつって。あの、延暦、なんだっけ。あの、謀反が起きた時にこれが欲しいわ。無音が起きた時の顔。準備してるもん。俺でこれ携帯の俺待ち受けにするわ、この顔。しばらく。表情まで変えられるとは思わなかったなぁ。死んだ時は、これで、あと一個。ひろゆきの顔は多分送られてきてんじゃねえか。このめこさんかわいいなぁ。おい、ちょっと待ってくれ。西、俺、これ何、俺、ツボなんだよな、これ。これ、この西村いるわけほど嘘だと言ってくれよ。この表情出せなくね？人に。この表情、人には出せない。機械の良さ。機械の良さだな。これ今回相当精鋭部隊だぞ。脇役誰一人いないぞ。ゲルゲですら良かったからな。オッケー。早く見たい。勝つ？もう頼むからさ！知略すごい90とかあってほしいわ。ゲルゲ。